医療の戦いは勝った。その後、合肥で義を破った。義は滅び、残るは食だ。これが最後だ。白帝城を攻める。勝てば孫吾の天下だ。今俺が乱世を切る。ついに私たち孫吾の天下が目前となりました。この白帝城で蜀の君主劉禅を討てば、長い戦乱の世は終わり、新たな時代が始まります。この戦い、全力での攻城戦となるでしょう。周泰殿は右翼から山裾を伝って白帝城へと攻め上がってください。周泰殿、あなたの部下、その実直な忠義が必ずや孫吾に勝利をもたらすと信じています。さあ共に進みましょう、孫吾の天下へと。邪魔をするな。諸葛亮先生によって分かたれた天を一つに。行くぞ。孫吾三代の天下への夢、今日こそ遂げてみせる。天下を我ら孫吾の手に。白帝城を包囲します。主軍は中央を急守、郊外軍は早くより包囲陣を展開、周泰軍は右翼にて援軍の到着地点を確保。敵将を討ち取った。オラたちの国、オラたちで守るんだ。この拠点は我らの命綱、落とさせんぞ。敵将討ち取った。見事だ周泰、頼りになる。のこのこ倒されに来たか。行くぞ。攻撃かわせるか。
罪なき民をも手にかけるか。そりゃ派手に燃えろや。ここまでか。敵将を討ち取った。終わりかよ。くそ。敵将を討ち取った。我が正義の槍で貴様の魂を貫く。我が正義の刃、その身に刻むがいい。勝機は今だ。攻勢をかけよう。高級拠点とて甘く見るな。行くぞ。今が好機です。軍を進めましょう。差し向かまで残念です。敵将を打ち取ったよ。戦場を駆け抜け敵の強を突きます。勝機は今だ。攻勢をかけよう。お待たせいたした。孔明様の読み通り、我が
が動いていましたね。先駆けるんじゃ、者ども、かかれ。私が止めてみせます。お許し。敵将撃ち取った。冴えているな。私にはまだなすべきことが。敵将討ち取った。遅れて申し訳ありません。ダメだという。敵将撃ち取った。逃げろ、岩が転がってくるぞ。こっちには弓兵が出てきた。くそ、手の込んだ罠を。かかりおったな。一気に叩く。戦をしおる。わしも燃えてきたわ。撃ち取った。
白帝城を落とし龍禅を討った。民のための神の世を目指した諸君、その理想はあまりにも大きすぎたのかもしれんな。民が求めるのは何より安定した暮らし。我々ならその求めに応えられよう。孫悟の治世が良く、また長くあるため精進せねばな。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際一国を制し、生涯秀才と称される人物のようじゃな。時は紀元2世紀末、漢王朝の権威は地に落ち、中国大陸は群雄割拠する戦乱の世を迎える。自ら覇道を歩む者、大義をなそうとする者、信じる者のために戦う者、あまたの英傑が乱世に名乗りを上げ、そして消えていった。周泰、あざなわ陽平、九江郡葛西県の人、神業のごとき剣技を誇ったが、矢にあって乱世に名を上げる術もなく、族を率いて長江を荒らしながら無意に日を過ごしていた。だが孫策の評判を聞きつけた周泰は汗参じてその配下となる。その後孫策が独立勢力として立つべく劉瑶を攻めると、周泰も一軍を率いて参戦した。劉瑶との戦いの中、孫策の弟孫権が敵兵に囲まれて逃げ場を失う。周泰はいち早く駆けつけ、傷を負いながらも孫権を救った。この後周泰は孫権に望まれて側近となる。孫策が若くして亡くなると弟の孫権が後を継いだ。孫権は隙あらば侵攻しようとする周辺勢力から江東の地を守ることに専心し、周泰はその盾となり矛となって戦った。多くを語らない周泰だが、その行動は孫権への忠義を雄弁に語った。戦いに臨めば誰よりも早く敵陣に切り込み、孫権が窮地に陥れば必ず現れて孫権を守り抜いた。幾多の戦いの末、孫権は天下を手に入れた。孫権は本領を発揮して新しい国づくりに取りかかる。周泰は常に孫権のそばに仕え、孫権の治世を見守り続けた。この伝記は後世まで語り継がれ、悠久の時を経た今でもその輝きの軌跡を残している。周泰、天下を魚にした宴、黙って飲むやつがあるか。勝負だ。武ではお前にかなわんが、酒ならば負けんぞ。では。
うまい酒だ。